テレ東。アメリカ政府は15日、中国の通信機器大手ファーウェイに対する輸出禁止措置を厳格化し、アメリカの技術を使って外国で生産した半導体をファーウェイに供給することを全面的に禁止しました。半導体分野でアメリカの技術は不可欠なため、供給を断たれるファーウェイだけでなく、取引のある日本などの半導体メーカーにとっても大きな打撃となります。日本、台湾、韓国の企業だけでも年間3兆円近くのファーウェイ向け部品で取引があるとされています。台湾を拠点とする半導体の受託製造で世界最大手の TSMC は15日以降の出荷停止をすでに決めています。韓国のサムスン電子もまたアメリカ当局から許可を得られなければ停止する方向だということです。